ね、その表情。皆さんこんにちは。鋼の錬金術師完結編でホムンクルスのエンビーを演じた本郷奏太です。今回は私本郷が映画の魅力をパーフェクトガイド、応援メッセージをお届けします。お前何者だ。いよいよ明日公開となる鋼の錬金術師完結編復讐者スカー、その公開を祝して一足先に本作をご覧になった原作者荒川博夢先生から感想が届きました。実写映画一作目を見てからこのオリジナルキャストでの完結編を作ってほしいとずっと思っていたので、エドとアルの旅を最後まで描き切ってもらえて本当に嬉しかったです。原作が凝縮されているのでイベントが目白押し、本当に全部が見どころなので原作ファンの皆様にもぜひ見ていただきたいです。やっぱり映画は役者さんの演技が入るので感動が全然違いますね。江戸役の山田くんもますます演技の感情の幅が豊かになって、とても魅力的な主人公になっていました。あと翼ちゃんの泣く演技にはもらい泣きしてしまいました。自分で書いたお話なんですけど、 CG の進歩の凄さと相まって、あ、実写だとこうなるんだなと終始新鮮な気持ちで作品を楽しむことができました。次は3作目の最後の錬成、スカーとブラッドレイの戦い、ホムンクルス組やお父様との最終決戦などなど、もう見どころだらけ、見どころしか残っていません。早く見たいですね。さらに荒川先生からは、復讐者スカーの見どころベスト3も到着。まず第3位はエドとリンのやりとり前編。続いて第2位は対スカー戦からのエドがウィンリーに銃を手放させる一連のシーン。そして荒川先生が選ぶ見どころ第1位は、フージーさんの腕ないのか。荒川先生一押しの名シーンはぜひ劇場で。そんな荒川先生の手によって生み出された鋼の錬金術師も20周年、そのメモリアルイヤーを記念し現在開催中の原画展鋼の錬金術師展リターンズを訪れたのは、実写版でエドを演じた山田くん。原画ってやっぱすごいですね。修正してる部分とかもちゃんと分かって面白い。原画を通じて改めて体験するエドたちの物語、圧倒的な世界観に感慨もひとしおのようで、思い出しますね、あの時みんなで駆け抜けた日々をエドとして生きたんだよなって思うと自分のことのように見えるというか、ちょっと不思議な感覚ですよね。さらに内覧会にはもう一人ゲストが参加。現れたのはアニメ版のエドを演じたパク・ロミさん。共にエドを演じた者同士、原画には特別な思いがあるようで。僕らって結局手に取るのって漫画できたもの、うん、本屋さんに売ってるものとかじゃないですか、うん、全然違います。違うよね、うん、なんか生きてる感じがする、うん、荒川先生のなんかこう体内の中に入っていく感じ。わかります、わかります。生きてるなっていう、本当に生を感じる、肉肉しい、ね、うん、さらに二人の話は映画撮影の舞台裏に、最後の錬成の撮影現場にパクさんは見学に行かれたそうで。私一回行かせてもらってるよね、はいはいはい、撮影の時すごかったね。行こうあるっつって行くとこ、あそこか、そう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 、そこだ、そうかそうか、そうそう、ほら言ってるよこれね、うん、パクさんの、うん、あのやつを現場で何回も何回も見てめっちゃ見ました、このシーンは。本当にそうか、あのシーン見れてよかったな。そんなパクさんに完結編の期待を聞いてみると、熱いものがめちゃめちゃ伝わってくるので、どうこう我々のハートをまさぐった ものすごいこう熱戦を繰り広げる作品になってくれているのかっていうのはものすごい楽しみですね。なんかこう静と動のなんかいいバランスがちゃんと取れた映画になっているのではないかと思います。うん、楽しみにしてるよ復讐者スカーに続き来月公開となる最後の錬成、感動のラストお見逃しなく。あの名作が堂々完結、伝説のラストが2部作連続で描かれる鋼の錬金術師復讐者スカー最後の錬成。勝てよ、やめろ。